ばんは、龍谷です。それではコロモン続きやっていきましょう。前回は3つ目のタイタンエッセンスの収集に向けてね、旅を続けていって、でやっと町を見つけたってところで、まあ終了しましたね。町を見つけて、でその町を、全体的に探索して終わりましたね。で今回はその続きでやっていきます。まああらかた漁って、ちょっと裏でね、このドリル店でドリル使っていろいろと他の場所のドリル場所で宝石掘りましたね。こんな感じでね、9900ゴールドという感じで裏でちょっと集めてました。じゃあメインストーリーの方を進めていこうかなって思います。まあアイテムも補充しましたかね。大丈夫そうですね。スピナーもありますし、まあ回復もまあまあありますと。装備も大丈夫。じゃあ行きますかね。やり残したことはないか。裏でちょこっとだけレベルもアップしたかな。まあまあちょこっとだけですけど、まあちょこっとが同じイルマセクトと51レベルになって、まあもうこれでもう砂タイプの衣にはまあ負けないんじゃないかなっては思いますね。じゃあ瞑想理はここの宮殿の東の方に集合ということで、はい、早速いましたね。最初のステップを開始するときは来たわと。宿舎の前に配置されるのを見ましたね。はい、マークしているターゲット、怒らせるにはどうすればいいか。 OK です。ドアから離してくれるので、その間に自分たちが入ると、奥にこっそりと進んで予備の制服をゲットすると。 OK です。なるほどね。よそ者の自分が適任であると。通り過ぎるときに人を、もうよそ者がちらっと目に映るはずなんですけどね。怪しいと思わないかな。あ、いますね。これはもう見つかったらバトルとかそういうもんじゃなくて、まあ追い出されるってやつかな。まああいにくね、まあソリッドスネークみたい、まあ某ゲームみたいに視界が狭いようで。さてどういったもんか。もう真横通っても大丈夫ですもんね。さあタイミングがどうだ、合うかな。合いそうで。はいはい。はいはい。ここは大丈夫かな。あ、大丈夫だね。で、こうか。本当に控えてないですね。はい、どうしようかね。こっから、一気に行くと。おっぷで、ちょっと詰まっちゃった。で、左、右は、どっち行こうか。いや、もうちょっとこの先見たいですよね。今行きますか。はい。じゃあ、ここは大丈夫。次は、右だね、右。ああ、見つかっちゃった。いや、ちょっと、一回見つかるとこれ最初からで、じゃない。だいぶ楽だね。まあ、楽だね。いや、楽なんかな、これ。右から行くのは良くないね。こっちからだね。あ、ここ大丈夫か。アンチ見っけ。
じゃあ、この上のやつのタイミングと、この右ら辺で上下してるやつのタイミング見計らっていきましょうか。ああ、ちょっと下のやつも見とかないといけなかったね。まあ、とりあえず、どうもどうも。2マス空いてたら、OK？ ぽいな。2マス空いてたら、OK。あ、でも、ん？こいつが盲目なだけか。さあ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 。まだだな。今です。今じゃないね。ここも安全じゃないね。もう一回。もう一気に通り過ぎんといかんな。頼む。よしよしよし。なるほど。ど真ん中の上のあれを取ればいいのか。なるほどね。じゃあ頭だけでいいんかな。これで見つかっても大丈夫ですと。ははは、フラグですね。一体何をそんなにピリピリしてるんだい。まあ、特にこの人たちに話しかけても同じような会話だけかな。同じような会話だけですね。まあ、アイテムも特に、ないかな。いいね。じゃあ、変装衣装を取ったんで、大丈夫でしょ？ さあ、これで中に入れるようになるかな？おっと？壁の裏にいますと。第一段階成功。チームワークはドリームワーク。ここからが正念場。内通者と会う必要がある上官にバレる前にね、と。内通者はいるんですね。特別なヒントを与えてくれたの。ああ、そういえばそうですね。中にいる人が、なんか手紙くれて、今この作戦に、この作戦をやってるってことになるんかな？それがヒントやんご。ん？つまりその合言葉を使え。なんて言ってた？ログブック見ましょうか。連絡人を見つけることができる。合言葉は別に自分が覚えなくていいのかな？大丈夫そうかな。じゃあ中入ってきましょうかな。宮殿の中に入ればいいのかな。それとも谷の方に行けばいいのかな。とりあえず宮殿見てきましょうか。耳のあたりが緑色が新人かい？いいだろう、入っておいで。どういうこと？耳のあたりが緑色？怖いな。じゃ、宮殿内部、大宮殿ということで。今日は空が本当に青いね。言ってくれるね。合言葉。バルディックだ。では、空はいつだって最高さ。空が本当に青いね。宮殿を守ることに何の関係があるんだと。雨が降るのかな？もう長いことまとまった雨が降ってないんだけど。
まあこんな分かりやすいところに密偵がいるはずもなく。特にアイテムはありますと。ゴールド。もうちょっとまとまったゴールドをもらってもいいけどね。ここの物価高いからね。まあ買う気になれないんだよね。1.5 倍くらいかな。普通の街と比べて物価が。1.5 倍かな。この人は違う。この人は故郷の空はこれとは比べ物にならないと。君は最近空を見たんだね。おっと、これはブラックなのかな。はいはい、攻撃兵器、防御兵器。1段階上げるだけだよね。こっちかな。お、プロテイン。見張りしたって空見たってええやろ。この宮殿なんか庭みたいなところがあるかどうかわからんけど。なんかあるな。なんか光ってんな。なんやろうな。こんなんめっちゃ気になるやん。ドリルってわけでもないよな。はい、ないな。めっちゃ光っとるな。次行ってみようか。年中無休かな、ここの見張りたちは。怖いな。お、ここが？おい、個人的に話したい。来ましたね。あ、いろいろあるんですね、この光る花。小さな事故以外、この宮殿では奇妙なことが起こっている。ほう。詳しいこと誰も知らない。何かがぶつかったようで、隕石かな？はいはいはい。新しい仕事のスケジュール、たすがれ、ノートリの閉鎖、変な費用。一番変なのが、この植物を。ほう。この植物が原因か？洗脳。新しいボディーガードは定期的にここを歩く。そして、どれで聞こえたかい？あいつらだ、身を隠せ。別に見張りの格好をしてるなら、隠さなくてもいいんじゃないですか？ここの気候は息苦しい。本当に嫌だ。おうおう、どうして、お前は普通に話せんのだ？すまん、悪い癖だ。うん、その話し方が悪い癖やな。これで黄昏の谷に行くのに十分な時間が得られた。うむ、この原始的な言語のリズムに合わせてもう一度踊ろうか。踊っとる場合か。今の本当に変だろ？変だね。この二つのことはアロン様と大きく関係している。あいつらはよく彼の部屋を訪ねるんだ。てか君は大丈夫なんだよね、この部屋にいても。普通にいるだけじゃ別になんか変な風にはならんのかな。さあさあさあ、次の目的地へ。お、あ、君はずっとここにいるのかな。アロン様探せってことだよね。こっちはもうどっか行くと。こっちは地下に行きそうだな。どっちがいいかな。
まあ、どっちでもいいか。まあ、正直、回り道っていうか、回り道しながら行きたいけどね。マップ全体を行くように。すぐ始まってほしい。家で全てのフォーメーションを練習したよ。ああ、熱心ですね。見張りトレーニングが始まってるの待ってるの、準備はバッチリさ。いつもバッチコイって感じさ。いいですね。元気がいいですね。とてもいい人で、いいビジネスマンでもある。敬意を持って守ることを誓うんだ。ああ、いい部下だ。ちは、おい、そこのお前、隊長が来ましたね。どうして持ち場についていないんだ。ちょっと探し物が。ああ、トレーニング場を探してるのか。ならそっちいらないぞ。今日のトレーニングセッションを始めるところだったらだ。一緒に来てくれ。いいっすよ。ちょっとさ、宝箱を見せてもらっていいかな。僕は最初にアロンにメッセージを届けなくちゃいけない。我々はもう彼の部屋に入ることはできないのだ。なんでかな。私についていけない。トレーニング場に行くのだ。他の研修生たちがやる気満々で待っているぞと。おお。開始よりも5分前に集合。それがルールだ。まあ。別にそれはいいんですけどね。お前はもっと真剣に訓練を受けなければならん。さもなくば、宮殿の見張りにはなれないだろう。見張りがいい仕事なんかどうかは、まあ、ちょっと疑問点なんですけど。お前たち宿題はやってきたか？すべての新人はパトロールフォーメーション12は完璧にやれるはずだ。おお、12。フォーメーション。まあまあ、そういうのはあるでしょうね。パトロールフォーメーション12を披露する準備をしてくれ。では開始。何も知らないのかな。せめて隣にいるくらいの努力してもらっていいかな。ID コードを見せなさい。80085。それは違うぞ、ペテン姫。お前逮捕する。おっと。お前たちフォーメーション66、ん？フォーメーションはいろいろあるんだね。66って。いや、多いですね、数がフォーメーションの。独房に移送される。お前が何者なのか聞こうじゃないか。囚人を地下牢に連れて行け。さあ、地下牢にやってまいりましたと。独房4番、開け。悪党名覚えてろ。すぐ脱獄して見せますよ。お前は犯罪者だ。そして今は人の時間を盗んでいる。しっかりとロックしてから鍵を。鍵をする？今は虹彩認証というものが、なんと、すごいね、発展しますね。発展してるのかな？まあ、昔からあるっちゃあるか、虹彩認証は。てか、まあ、セキュリティが頑丈と言うべきか。言葉のあやだ。とにかく、独房をきちんとロックしておくのだ。だいぶセキュリティが、まあ、いいことで。よくやった。トレーニングの再開しよう。私もすぐに行く。お前については、時間があるときにお前の運命を定めるだろう。アロン様がここに来るのか？私の見立てでは6年後。おお、だいぶ先ですね。逃げ道を探しているというのなら言っておくが、誰一人として脱出できた者はいないのだ。少なくともそのような話はない。さあ、部屋の中探索という感じで。中をチェック。これは？使用済みのスレザピンジ型のブラシ。なかなか特殊なものですね。骨だ。骨か。ん？やっぱり骨だ。やっぱ骨やな。人は死んでるんですよ、ここで。やっぱり骨だ。マグカップには？ここは英語か。まあ、とりあえずまだノーかな。ここはベッド。まあ、まだ。もうちょっと、もうちょっと。寝るか何かしよう。そうすれば時間が早く経ったはずだと。いいんですか？それで。小さな碑文がある。何でしょう。残念でした。ここに小さな碑文がある。残念でした。と。じゃあ、ここも？残念でした。お顔は？
ないかな。この骨は調べられない。この飲み物を飲んでみるか、寝る前にな。イエス。おい。じゃあ寝るか。お前のシフトは終わったんだ。お、助けか？ふふ。新鮮な空気を吸えるぞーと。そこにあるものは全て100%ガントレットを防ぐんだ。どういうこと？電話だ。ママ？今この状況でママから電話来るんか。おっと、だいぶ最悪な誕生日だな。なんか、タイミング悪いな。メールが来たかな？お誕生日おめでとうりょうくん、ママにゲームをやめてメッセージを送るように言われたんだ。だからこれがメッセージだよ。雑だね。デクスだって弟か。なんか、違うよな。そのガントレットは何の役にも立たない。そのバーには通用しないからな。通用しない？あ、というと？こういうのとかどう？まあ燃やせない。じゃあ押すわ。おお、本当に通用しないね。他になんかできることもなく、寝るべきなんかな？寝た方が良さそう。これでも他にな、プッシュと燃やすくらいしかやることねえよな。寝るか。はい。起きてます。おはようございます。丁寧に喋ってもここでは何の得にもならないぞ。それ立ってたらダメだった。壁と向かい合うんだ。ほう、開けてくれるやつやな。何を言って？とにかく朝ごはんだ。ああ、朝ごはんね。朝ごはんをわざわざこっちに来て手渡しする感じなんだな。だいぶ見た目が悪そうな食い物ですね。腐ったリンゴ。食い物というよりか、なんかご飯というか。投げよう。あ、腐ったリンゴ。ワンチャン、ホルモンに持たせられるアイテムかな。まだケーキの方がマシだよな。まあ、食わんからってね、しなしな。朝のシフトだぞ。反抗的な態度を見せているようだからな。今日は空が青いねと。来ましたね。こいつの来るのを待ってたんか。僕だ。マフムードだ。なんで伏せる必要があるんですか？ここでシフトを命じてもらうためにいろいろ頑張ったのさ。まあ、頑張ってくれてありがとうね。残念ながら僕にも立場があるから、君が逃げ出したかのように振る舞わなくちゃいけない。でもこれからは、君は完全に自由だ。助けてくれてありがとう。ウェットをケーキでいっぱいにしてよ。だからぐちゃぐちゃになったらそれを取ればいい。ん？行け！アロン様を探すのだ。なんだ？あはは。そこまでしてもらうのか。なんだ？回復ですか、ケーキは。ここに戻って回復してこいよっていう合図かな。これ？ああ、まあ、ガントレットつけてるし。今そこら辺のね、監視から目玉ひんむいてやるよ。あ、でも悪い人した人だから出す必要ないか。さあ、バトルしようぜ。おっ。あ、別の画面映っても映らないんだな。よかったよかった。
まあこいつらは特に相手にはならないかな。そしたらレベルはもう50いってるもんでな。ちょっと裏で作業して50いきましたよ。はい、特に変えることもなくそのまんまゲリラ攻。あ、もう普通にバトルしちゃってるけど、もう広場ないのかな。まあ僕は全員とバトルしますけどね。全然帰れます。ケーキもある。イグラナモバトルカモンや。磁石もある。で戦闘のポケモンに勝ったら高ゴールドがもらえるやつもある。完璧や。さ、物はないかな。開けられず。なんで中に人いないのに閉まったり開いてたりしてるんやろうな。君はバトル？バトルだね。モルト、火属性ですね。こいつもどこで手に入るかな。まあでも次のところなんか暑そうなところだし、いやまあここも言うて暑いな。言うてここも暑かったわ。砂漠やし。もっと暑くなるかな、北の方に行けば。まだね、なんだろうな、今んところゴーストタイプと砂タイプがいつも出るようなね場所は通ってる。お、進化だ。進化。さあ、どんな感じになるかな。だいぶグニャ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 っていうか、長そうですね。長いね。体がでかくなってる。ダグテラ。おお、ステータスが？もう攻撃特攻メインだな。もうバリバリの攻撃タイプ。いいね。こいつは水タイプやな。まあいっか。氷効くんかな。耐えたね。さすがに氷、この氷は弱いか。ウォータープローン回避がかなり上がった。当たるかな。当たんないのよね。かなり上がったわ。ちょっとずる。よし、このチョコトトが一番不安定かもしれんな。なんかまんべんなく上がってる感じするからね。こいつが最強かもしれん。バランス型が一番最強か。やっぱね、敵の攻撃もね、ある程度耐えんと結構きついんだよね。一発で殺せるってわけでもないし、ボスだったらね、もうえぐい体力でね、やってくるから、なんか、一発で倒せないから、結局、バランス型とか、がいいのかな。ちなみに、こいつの技は、もう、特殊しかねえな。物理が低くくらいしかない。技何で覚えさせようね。特殊しかないし、プロしてるか。まあ、とりあえず突破上げとくか。別にちょっと防御上げてもいいな。進化したらどんな感じになるかちょっと楽しみな感じですけど。あと G は、ゴーストタイプだから。これでいいや。氷タイプも手に入れたいところなんですけどね。まだ1体くらいしかね、ノラで見つけてないから。まだかまだかとね、待ち遠しい感じですよ。永遠に掃除係。
掃除係永遠には嫌だな。角の実。特にアイテムはありました。ジュバー。次、この囚人を何としても止めるのだ。チェンジル。20レベル、30レベルぐらいだったらね、問題ないな。もう敵はそんなもんか。敵のレベルは。でもやっぱ怖いのはボスだよね。まあでも前回のボスがえぐいタイプだったからめちゃめちゃ難しかっただけでね、今回は多分砂タイプなんで、まあそんな難しいことはないんじゃないかなって思ってるんですけどね。ゴーストタイプに効くのが、ゴーストタイプと、なんだったっけな、カットタイプだったっけな。まあもう一つあるけど、それスキルのみの技だった気がするから、だから使おうにもね、こちらも一発でやられるからね、ゴーストタイプの衣を使ってたら。だから前回めちゃめちゃ苦労してたんですよね。しかも技もね、ちょっとバフとかデバフとか結構激しかった。てか、デバフが激しかったっすね。あれがきつかったね、前回は。今回はどんな感じの、ボスが来るかなって。楽しみだね。もう50レベルもね、50レベルの水タイプがおればね、まあ問題ないんじゃねえかと思うんですよと。あ、君はトレーナーか。選択施設。ああ、選択施設なんだ、ここ。スリザピン。まあ、水タイプの技でご利用させていただきます。お、水タイプだ。ノーさん、あ、じゃあ、まあいいか。飛び蹴り。耐えようと思ってたけど。まあ、ああ、毒の肌か。こいつの特性が毒の肌か。毒の肌はね、所有剤っていうくらいかな。そんな、まあ、所有剤だね。もう、直すのがめんどくさいかな、くらい。まあ、ボスが使ってきたらもう毒は結構嫌だけど。時間かかるからね。まあ、時間かかればさすがに毒もね、かなり効きますよ。さっきのやつが毒の肌で、こいつはね、雨を降らせる特性なんで、まあどっちかっていうと、もうこの雨を降らせるは特性の方が強いんじゃないかな。まあ好みかな。毒の肌もね、まあこいつの進化を考えたら悪くない特性かな。まあこいつ結構ね、進化したら硬くなりますからね。なら、毒の肌でじわじわと体力を削っていくっていうのも、ある意味戦略ですね。ちょっと SP 回復させときましょうね。さあ、どんどん直送度がレベルアップしていく。アイテム持ち帰るか？フロシェルね、そろそろ進化させたいところなんですけど。アイテムを移動。こいつに宝石も持たせるか。これでこんな感じやね。
お、花がありますね。お花。ポテンシャル。いいね。スカルトラ。こいつね、前回ね、育てようって思ってたんですけど、レベルアップの途中でね、ディグモのスーパー個体がいたからね、こいつに交代した感じですね。まあ、他にもね、砂タイプのね、スーパー個体とかウルトラ個体がいたら、そっち捕まえようかなって思ってたんですけど、さすがにスーパー個体には負けますよね。なんか、頭蓋骨に変な模様があっていたスカルドラでも。やっぱね、ポテンシャルがやっぱスーパー個体大きいから、そっちの方が魅力的ですね。なんだこいつは。こいつはもう、まあ、水タイプかな。あ、また交代するの忘れちゃった。まあよかろうって。首繰り J。よっしゃー。水タイプじゃなさげだったような気がするな。タイプ相性見るの忘れてたけど。経験値美味しいね。サドンの次へ次へと。コンボケーキか。バトル。バトル。バトル。お？お前が80085番。トレーディングで恥をさらしていたやつだな。俺のことを番号で呼んでくれるのか。ただの侵入者なのに。おっと、電気タイプか。まあ、レベルが低いのであれば。もうノーマルタイプで一発よな。よっしゃ。さあ、次の子供は何が出てくるかな。ウォータークラッシュ。おお、強200。強すぎるでしょ。これも普通にスプラッシュと交換かな。200はちょっとインフレしすぎちゃう。えぐいよ。しかも、なおかつ特防も1、3回下げる。もうこれバンバン使えますね。SP ちょっと高めだけど。まあ、それは目をつぶれますね。全然。こんなん無双しろって言ってるようなもんや。では、君って、あ、水タイプだよね。さすがに、試しに使ってみるか。あ、一旦マスタイプか。まあ、さすがにね、200ダメージってなるとね。あ、違うか。後半か？普通に使う感じか。あ、強いね、効果いまいちでも。最強か？さあ、まだフロッシュレの進化は来ないね。ただ、これを使うと SP がマッハでなくなっていくので。まあ、雑魚にはあんまり使わないって感じかな。いやー、もうなんか うちの手持ちのポケモン、チョコトドが最強になっちゃった感じかな。あれおかしいな。最初のコロモン、一体、ボルカドン君、だいぶ出番が薄くなりましたね。まあ、しょうがないよね。ちょっと弱点相性がありますからね。まあ、しょうがない、しょうがない。ボロガドンはね、多分次くらいに。うん、多分、出番あると思うよ。お、どうも、隊長さん。ちょっと待ってな。今、宝箱開けてるから。お、どうも。囚人名。なんすか？外に逃げようとすることを期待する。だが、今は宮殿の奥深くにいる。なぜお前はアロン様の部屋に行こうとするのだ？それは今のは言ってみただけだ。ジローなんて関係ない。命令は命令であり、いい見張りとは命令に従う見張りなんだ。うんうん。
個人的にお前を檻に案内してやろう。怖いね。お、6体持ってんね。いやー、初だね、6体持ちのトレーナーは。まあまあまあ、ご利用しです。雨が降ってる限り水タイプ最強。クルピーク、あ、氷タイプか。いや、俺はもう氷で行くぜ。氷じゃない。まあ、さすがに体力104だと、こいつでどうだ？なるほどね。この技は、まあ、一番最後に行動しますよっていうやつね。お、強いね、効果いまいちでも。はい、ポテンシャルアップ？トップアップ？ボルダのマップ、前も防御力上げた方がなんか良さそうな感じするな。直送殿見てるとね、やっぱ硬いのいいわ。防御も上げとこう。ビジュボルト、君も電気タイプか。任しとき。君はなんか飛び蹴りでいけそうだな。体力が少ない。どうしよっかな。こうして、お前スキル何持ってるよ。物理、特殊物理、うん、特殊物理、どっちもある感じかな。じゃあもう、ちなみに強い攻撃は、いや、いいや、均等に上げていこう。感じ。意外と砂タイプの衣も出さないってか、持ってないのかな。まあ、体力低いですね。なんか硬そうな割には。防御力が硬くて体力が低いっていうタイプかな。まあ関係ないよな。ウィンドブラスト、お、あの貝殻が風の技を覚えるのか。意外っちゃ意外だな。氷の波はいらんな。一応覚えておくか、他のタイプの技も。雨が止んじまった。お、来ましたね。まあこいつは砂タイプなんで特に関係ないかな。雨止んじまったけど、まあ弱点相性やから効きますよね。はい、クロシェル進化するんだ。30超えてなかなか進化しないのも、なんか特殊なアイテムとか必要なんかな。はい、勝ちました。お金欲しいね、7000ゴールド。そんな、ありえる。ダリディックまでめちゃくちゃになったなんて。お前はもう負けてんだよ。おーっと、すごいことになってますね。こんなめちゃくちゃなアロン様の部屋見たことない。まるでジャングルじゃないか。こんなんジャングルにもないやろ。
お、捕まってるやん。長い間縛られてた。やつらは囚人が逃げ出したと聞くやいないや。すぐに逃げ出したんや。お前はなぜここにいるのだ。あいつらは何としても見つけるのだ。あいつらちに。こいつは正気なんか。捕られてた時の細かなことを思い出すんだ。そのうち一人は私、あ、そういうことね。なりすましてたんね。他二人は見張りになりすましていた。なるほど、なるほど。で、奇妙な魔法で私を制圧した。私を周囲から見えなくし、さらに動けなくした。なるほど、なるほど。それからたくさんの変な植物を持ち込み、至るところに置いた。そういうことね。権力を奪い何をしたのかあった。貴重品は何も取られていない。町が危険にさらされているといった情報もない。さすがれの谷を閉鎖してきた。何をしたって？どうして知ってるんだ？お前は何者だ？まあ、それは問題ではない。奴らが谷を閉鎖したら？奴らが盗んだものは？はい。まあ、おそらくあそこにタイタンエッセンスがあるんだろうと。お？違うか？ドリルポットを手に入れた。ああ、ドリルポットで地下掘って、地下にあるんかな？ミッション完了ね。これ以上のドリルポットはないわね。だから代わりにドリルシャベルをいくつか借りなければならない。まあ少なくともそれでいくらかのお金で稼ぐことはできる。俺もドリルポット欲しいな。町が正常になったんかな、これで。まあ、正常になったところで物価が下がるんかな。開いてて。何かあるかな。スキルフラッシュ62。砂漠の風。ああ、風を吹かせるタイプのやつかな。ここでドリルを使ってみよう。検出されなかった。意外だね。ここは？検出されなかった。意外だね。意外とありそうなもんだけどな。さ、くまなく探索。サートのピラミッドを通った前回の遠征は本当に良かった。古い機械式のブービートラップでいっぱいなんだ。てか、でけえな、ピラミッド。画面いっぱいに映りきらない？私の計画を手伝ってくれてありがとう。ドリルシャベルに頼らざるなかった。その後もまた仕事に。でも少なくともまた仕事に取り掛かることができるってわけ。まあ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 。奇妙な記号で書かれた本を見つけた場合には声を出して読んではいけないよ。古の邪悪な存在が召喚される恐れだってあるのだ。まあ、なるほどね。そういうの捕まえてみたいよな。はい。手でトンネルを掘ることはできたけど、その作業が完了するまでに自分が化石になってしまうところだったわ。怖いわね。ドリルポットリモコンの違法な使用はドリップの法律により禁止されている。ああ、これね。これは読みますね。ここにアイテムがない。じゃあ、宝石は？あと一歩先。こっちか。なんか中途半端なところに宝石あるよな。さあ、次はどっち向かえばいいんかな？タイタンサートをサートのピラミッド内に見つけた。ラクソリスがそこまで行くのを手伝ってくれる。お？このピラミッドの中ですか？
あ、サートのピラミッド。でも、ちょっと、体力回復させてもらっていいかな。こっちか。あ、もうモンスターと戦いたくないので、悪臭をばらまいておきましょうと。体力回復させてもらっていいかな。回復お願いします。じゃあピラミッド行きますか。それでは町の様子はどうなってんかな。特に異常ないか。まあ普通に物価高いですね。もうちょっと安くなってもらっていいかな。異常だよその価格は。おっと、複数はダメか。じゃあお前捕まえてないな確か。捕まえますね。じゃあパパッと、パパパッとバトル開始時に使うととても効果的な、最も効果的なスピナー、これで捕まえていこう。あ、いいね。それで残ります。あ、まあ、いますよね、ちゃんと。そこら辺の子供は、行きましょう。はい、このピラミッドの衣紋は砂に引かれるみたい。ちょうど開けた場所の衣紋が背の高い草に引き寄せられるように。おう、ピラミッドの内部にも草はあるんかな。サンドスピナー、草があるってなかなか、砂漠に草があるってなかなかだよな。さあどっちから行きましょうかね。まあ右から行きますか。右はない。おっと、この砂が衣が現れる場所か。砂が現れる場所かな。いるよ。新しい衣出るかな。
はない、左もない、じゃあまっすぐか。おっと、タイタンタスクフォースの流国だわ、きっと来てるって死んでって言ってた。どう挨拶すればいいのか、敬礼それとも握手、どっかで会いましたか、何ですか。あなたのために2階に研究チームが全員来ている。おお、わざわざ、どうも。隠された罠をすべて見つけ出すため、私たちは狂ったように砂を払っていた。助かりますよ。タイタンは見つけてない。でも、リゲルはあなたならそれができるって言ってた。うん、ベースキャンプに戻る必要がある。ジャルジャル頑張ってねって。応援ありがとうございます。じゃあ、2階。12534、それからストップ。ん？ああ、発射されるやつね。OKOK。血のそのまま当たると。いてて。まあまあ、やり直しですよねって。12534だから、ん？普通に詰めばいいのか。いて。ああ、こっからか。いて。たっ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 た。このまま進めるやん。君のパーティーが検証させておけ。いいよ。さあ、どのぐらいできるのかね。12レベル。おっと、間違えた。バイト。そのままで。ゲリオ。てか、ピラミッド内部でもやっぱ雨とか降るんやな、ちゃんと。この特製の雨。さて、この門が出ますと、君か。さあ、ファイト。ゲリラ豪雨。水タイプの技で倒せるならもう水タイプの方がいいのかな。ああ、倒せないね。飛び蹴りも言うてかな。どうだろう、ね、まあ、雪玉でパピー。35。進化しないね。君はなんで進化しないんかな。なんか必要ですか。これでも食べるか。バジーニブル。ああ、パージーしか使えるものはいないか。なんか必要かな。進化するよね。フッポバフロシェル、これで多分進化だと思うんだけど。おとじオロッチオロッチシムシェル、今かと待ちわびてますよ。こいつ、ここのモンスター特に目新しいの出なさそうだし、
香水、香水。香水、香水どこだ？これだ。臭い香水と。これでゆっくり探索していきましょう。はいはい。普通に通れるよな。トッポの実。L、いいね。L だったらさすがに。よーしょ。おっと、2マスか。上はなんもなさそうだな。おっと。左のが行ってからか。まで行けるのね。どういうタイミングで行こうか。今行くか。ここは大丈夫じゃない。はい、どっから、こっから。どっから、こっから。はい、こっち行きます。行きます。お、行ってくれ。おっしゃ。おっしゃ。止まれないね、もう。さあ、チェックポイント。はい、ここは、矢が通る。ここは、いいでー。素早く通れって感じね。いいっすよ。コンボケーキ。こんな、先行かしてもらいます。ああ、ここは、はい、オッケー。なんもない、オッケー。意外に注意しない。嫌な子なんか安全な場所もあるのよ。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。数百万、ん？数百年前からあったんだよ。なのにこんなにスムーズに機能するなんてと。まあ、びっくりですよね、そりゃ。後ろから矢が発射されますね。まあ、ここはこう。はい。オッケーオッケー。大丈夫だね。ああ、よしよしよし。よしよしよし。問題なし。なしなし。え、ここは安全？右行かないとね。ここは安全？よしよし。右かな？よしよ。ここは？なるほどね。大丈夫そうですね。もう来たのか。僕は嫌なパターンのマッピングをほぼ完了していたんだ。終わっていたらそれをプリに与えてくれただろうに。いや、まあマッピングもらったところです。てかそもそもトラップを止めてくれた方が役に立ったかな。評価するのは手伝うですか。レベルがアップするのは全然もう、足りてるんですけど、間に合ってますけど。新しいタイプで、初めて見る子もんですね、この子も。氷タイプですよね、さすがに。まあまあまあ、飛び蹴りを一発かまして、KO と。ビジーボールと、ゲリラ豪雨で。効くかな？効かないね、あんまり。静電気溜めて、で、そのまま KO と。
リンクス。山田、この子は、ね、おっと、耐えたね、ド根性。練習が下がった。不気味な当たったね。お回復かな、回復して、かつ、こっちの命中が下がると。嫌ですね。OK。雨が止んだ。ラプターズ。おお。あれの進化系かな、ドロドロの。オッケー、いいね。こんな固まったかな。ジューバーカナル、次行きましょう。ここ宝石とかあるんかな？ないね。トレーナーさん？おっとっとっと。スイッチを踏むと壁が異なる方向に動く。これを作った人は機械というものを本当によく知っていたんだろうね。メロをそらしたら壁が勝手に動いた。なるほど。ここの謎解きはまあ至って、ああそういう感じね。こうしてこうすれば通れますよと。 OK。いろいろと見えてますね。どっちから行きましょうか。これも、これは宝箱かな。そうやね。ヒリヒリ香水、破滅香水、冷たい香水。特にアイテムは、おっしゃ、安定のね。おっしゃー、これは早いな、動きが。んー、間に合うかな、これ。もう一回行って間に合わなそうだったらやめとくか。まず右に行こうか。はい、間に合うな。よっしゃ、おお、いけたいけた。アイテムは特にない感じかな。 HP ケーキ。あ、どうもどうも。次の回の壁のパズルはとてもイライラするわ。ちょっぴり頭のガス抜きをしなくちゃ。おお。お、かわいいお魚さんですね。水タイプ。おいいね、一発だ。お、ビジボルトの、いや違うか、進化系じゃないな。こいつは電気だからさすがに交代するか。
電気がいい砂で。まあ、そうか、今一緒にいるな。どんなもんよ。ああ、ちょっと耐えたね。じゃあ、あまあ、これくらいだったら、テールスピンで。いいね。これいらない。ノーマルタイプ。素早さのに何回あげる。素早さを上げたところでね。素早さを上げて何かいいのがあるっていう、なんかクリティカルヒット上がるんだっけ？まあ、いっかな、別に。どうにしろ、アップ？アルマド。ノーマルタイプ。入れ替えます。ノーマルタイプは、まあ、特に効くやつもいないけど、アンビーそろそろ出しとくか。まあこいつはね、もうめちゃめちゃ物理が高いんで、そのまんま攻撃で、あんまり効いてないね。痛えよ。痛え痛え。これで。よーし、危ない。アビか、危ないね。OK。こっちがルートですか。間違えた。まあ、モンスターは避けつつ。また壁か。あ、君はトレーナーなのね。I thought I was so cool. I solved the puzzle, but then it changed and locked me in here. まあまあ。I've been waiting for so long. I'm so hungry, hungry, so.フォーバトル。まあ解けなかったということでパズルは解く人を待ってたんかな。君は何の進化はこうだ。氷ではない。もしかして俺のやつの進化タイプ、進化後の可能性あるな。ウォルタークラッシュでめちゃめちゃ高い火力でご粒子や。凍っちゃった。あいてててて。嫌だなぁ、もう。あ、出番だ。ボルカドン。お前じゃったらいける。うん、なるほどね。いけないね。私にダメージを与えるものがいるとは。さあ、それでおしまいじゃ。よー、あ、バット1。ミリ残りしましたね。あ、しかも素早さ早いね、君。これが低いのか？低そうだね。かなり下がってるからね。次の頃も何が出てくるかな？ああ、いただくか。ナイスコンソート。I'm not hungry for battle. I'm hungry for food. Wait a second. Aren't you Ryugoku? Oh, Gizzy. Sorry about all that. I was supposed to
to solve this puzzle for you. And I did. Totally did. But then it changed. ちょっとよくわかんないです。I didn't think anyone would open a puzzle again until you showed up. I'm going back to camp for food. Polly, give me your most delectable rations. ちょっとよくわかんないです。これ右に動かして、でこっちが左か、上が左で、まあとりあえずこれは後での微調整でいいな。違うな、こうで上のやつ左右線やな。間違え。上のやつ整えて、で、この2マスと、2列と3列目を整えて、はい。これで動かして、で、あとは1マスのところを動かせばいい。はい、OK。どんな？あ、違う。そうじゃないか。じゃったら、あ、もう、これは、ここを、もう整ってるだけなんでね。この2個を動かせば、簡単ですね。宝箱、3000ゴールド。はい、52。はい、サンドスピナー。52番は何でしょうと。52番はサンドマン。砂タイプの技ですね。まあ、よかろうって。じゃあ次は右に行きましょうね。次はこっち。OK。またか。この先は一本道やな。じゃあ、まあ、操作するとしたら、ここだけやな。あ、こっちは、なるほどね。ずれるんね。あ、合わせないと。合わないね。合うタイミングある？あった。じゃああとは下のやつ動かせばいい。これで合わせて、あとは真ん中のやつで、こっちかな。 OK。 これは、ああ右か左か、まあとりあえず左行ってみましょうか。はい、OK。 左行きましょうか。次何もないか。ベルドミ、この真ん中は何もなさそうに見えたけどね。壁かな、壁だね。これはなんかありそうやな。じゃあ、ああ、どうしようかな。ここもいいけど、ちょっと右の方もちらっと見ておきますか。マップ全体を通るように。じゃあ、右の方に行きましょうかね。右は特に、まあ、アイテムくらいか。はいはい。じゃあ、右の真ん中もあれだね。壁で通れないから、
これはもう左で行っても右で行っても関係ないね。多分。まあ、関係なかったね。これで、まあ、ちょっと、いけないと。はい。まあ、ここで一周するの待つか。オッケーオッケー。じゃあ、まず右から行こうかね。オッケー。じゃあ戻って、一番最初の壁を動かしつつ、一番最初じゃないね、二番目の壁だね。壁だね。じゃあ右側は一体何があるかな？宝箱だね。ディグロー。まあゲリラ豪雨引きずつ、ロシェル、お前いつになったら進化するんじゃ。欲しいモンスターは出てる感じかな。まあでもこのピンク頭か赤い頭のやつとか、あと炎タイプもまだ手に入れてないな。じゃあ別に臭い放水はやらなくていいか。あいつら出ないかな。お、出ましたね、早速こいつが。こいつはまだ捕まえてないんで捕まえときましょうか。31レベル。これ、スノータイプだよな。まあ、いっか。ああ、パパッとトリックスピナー。はい、いいね。とりあえずに送ります。次は真ん中がね、なんか道はなさそうなんで、真ん中ちょっと見てみますか。左が正規ルートかな。真ん中でワープするとかそういうのはない。にアイテムがあるだけ。じゃあ左が正規ルートか。じゃあ左の方の壁を開けつつ、はい、この壁動かして、左の方のね、行けるように壁を動かしていこうかな。はい、オッケー。これは真ん中。オッケー。お、次の階段ですね。さあ、まだまだありますね。アイテムはなんかあるかな？もうない。じゃあ、どっちから行こうかな。こっちは？はい、出て。さすがにゴリ押しは無理だったか。まず一個か、そう。こっちは？なるほど。ゴリ押しでいける？これ。おっしゃーい。ダメでした。あとちょっと、なんか惜しかったな。ここは当たんないのね。
当たんないんだな。ダメか。左がダメだったから行きは？ダメ。左はダメですか？ダメそう。じゃあこっちから行きますかね。いやー、いらないね。ポス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 。スカウドア。はいはい、プロシェルのレブラ。長も進化しないもの。は、順番ですね。さあさあさあ、宝箱の中身は、キロクラフト50。50は何かな。スピード訓練。ああ、持ってるやつですね。こっちは？こっちは当たらないな、とりあえず最初は。ん？あっち。ちょい待ち。ここは踏んでも問題ないですね。ここは踏んでも問題ない場所を探す感じかな。ちなみにここは大丈夫で、上、右、左がダメだったからこのまま上、このまま降るよし。 OK、 トリックスピナー、イエススピナー、ドリームスピナー。まあ、アイテムはないと。真ん中は大丈夫そうだね。じゃあ、ここも大丈夫。ここ。じゃあ、行きますかね。ああ、ちょっと。もう一個来るの忘れてたな。1、2。ああ、ちょっと。よし、OK。さて、どっちから行こうか。こっちは？こっちは行けなさそう。あ、ちゃ。これで？矢がどっから飛んでくる？前だろ、前だ。おし、おいおい、壁越えてくるなや。これはズルってもんよ。これゴリ押しでいけない感じかな。ゴリ押しでいけない。あ、ダメだね。間に合わず。右からか。いや、通れないならね、通れないで、そうしてもらえると楽なんですけど。あ、こう、こう。これですよ、これ。ん？あー、今、整ったな。あー、ちょ、また忘れちゃった。ここで整うと。整ったー。はい、君か。モーバー。
そうか、砂の効果で当たってないのか。なんか一発で決まんないなと思ってたけど。よし、やっと当たった。オッケー、モバモバモバ。まあ特に何もないね。まだまだありますよと。まだまだ道は長いと。うんうん、まあ何もありましたと。まあまあトラックはないか。そろそろゴールかな。ゴールっぽさげー。さあ、宝箱はありましたが、矢がありますと、これはなんかやるべきなのかな。プッシュは良くないよな。いいのか。うん、貫通してますよ。あ、上から押せる。オッケー。プッシュはないし、一応セーブしとこう。さあ、もうゴールっぽいな。だいぶ整ってまいりましたね、場所が。回復させておきましょう。さあ、アイテムはありますね。宝箱もありますと。サンドスピナー。じゃあ、あ、次もうなかなか長いな。まあでも一部屋がだんだん狭まってる感じを見るに、だんだんと頂上に近づいてる感じかな。次がそろそろ頂上っぽいか。頂上じゃね。何が来ますかね。おお、何かね、見間違いだろうか。来ましたね、タイタンエッセンスのタイタンくん。お前こそ我が兄弟が言っていた愚かな人間に違いない。どうしてそんなに怒ってるんですか。もう謎はもう解けたか。お前の本当の動機は何だ。素晴らしき守り手ここにいる。よそ者にいる危険、よそ者による危険を食い止めるのがお前の使命なんだ。我らはもちろん離れることができない。だがお前はできる。はい。釣り合いが崩れ、彼女は脅威を感じている。お？彼女。彼女は我々をこの物質的な肉体に閉じ込めた。宇宙船に乗った侵入者の脅威を感じたときにそうしたなら、宇宙船。それでは？ん？どうした？私のエッセンスを持っていくのだ。それが手に入れられるものならな。まあ、バトルというわけでね。正直君は小さいよね。ボルトガーやエルジンのように強そうには見えないけど。何言うとる。お前下に本体あるやろって。絶対に。それはどうかな。さあよく見るがいい。体全部出してないだけや。ほら、いや、このカツでかい体でどうやってお前砂の中を潜ったりしてない。ああ、まあ砂をつかさどるものか。それだったらまあまあまあ、つかさどれるなら、我がエッセンスを補導する価値があるのか、人間よと。バトルフィールドが出ましたね。力を示してみよう。まあ、こいつは砂タイプなんでね、さすがにね。まあ、ちょっとだけでいけそうな気もしない。さあ、45レベル。侵入者は止めなければならない。お前にそれができるのか。
じゃあ最高火力をぶっ放していきますよ。おっと砂ぼこり。ああそういうことか。命中も下がるっていうわけではない。命中下がるのだったら困ってたけど。食らいますね。どんどん半分食らってますよ、クリティカルヒットで。もうこれ早く終わりそうだよな。マグニチュード10。あ、でかすぎ。まあ、痛くないんですけど。お？なるほどね。そういう感じか。ちなみに捕まえることできますか？あ、さすがにね。じゃあ、ゲリラ豪雨かな。これで逃げられなくなった。いいよ、全然逃げる気ないよ。もうこいつが終わったらもう他のもこのもんで倒せる気ないけどね。あ、いいね。一体は死んだね。はいはい。いやー、消費がでかいのが難点ですが。まあいいか。ウィーレ使って、SP 回復して、また、スプラッシュ していきましょうね。さあ、出てこいよ。さあ、これでどうだい？またか。これで使えなくなるのかな。使えなく？ああなりますね。ピュアエッセンス。おおやめてくれ。ハンビー。ハンビーどうか。あハンビーくん。生きてるね。なんとか。SP 回復しないとね。コンボケーキにするか。サンドハリケーン。痛くない、痛くない。痛いとしたら、君の全体攻撃が痛かったね。おっと、命中が下がりましたね。当たるかな？当たってくれよ。頼む、当たってくれ。命中結構下がってたけどな。ああ、どういうかな。霞から解放された。さすがに命中下がったのはな、きついな。回復するか。お、なんだ。ああ、言うてやったな。メイチ上げるやつは、メイチ上げるやつはないか。メイチ上げるやつないね。じゃあ、このままやりますか。まあ当たってくれることを祈りますかね。あ、3段階下がったな。これはもうだいぶきついな。頼む。よし、当たった。お、いいね。2パンで消し飛ばしましたね。強すぎんか ?200 ダメージはえぐいよ。お、やっと進化だ。長かったな。で、君は、ああ、やっぱあのガに進化するんか。いやー、となると、ちょっとあんまり見た目が好きじゃないというか、なんというか。モス、グラモス。わかったぞ。なぜお前が我が兄弟を倒したのか。我がエッセンスを取るがいい。だがそこで立ち止まってはならんと、必ず6つ全てを手に入れるのだ。まだ時間はあるが、一度バランスが崩れればもはや手遅れになると。大丈夫、きっと全てのエッセンスを見つけてみせるよ。そしてチームはそれを人類のために使う。はい、人類の善なる意志ここに受け入れよう。ではこれが私のエッセンスだ。これを持ってさっさと進むがよい。受けたまわりました。砂のエッセンス。
ついにやったんでしょ。さすがだわ。チームの助けがあったおかげだよ、ポリー。助かりました。サートとの戦いはきっと本物だったり見物だったでしょうね。まあ2番だったからだいぶ見物だったと思いますよ。そうだね、だいぶちょっと時間かかったなくらいかな。ラックスソリスミラーチャレンジに入るべきやな、スパフレ。バトルリサーチャーのために特別なチャレンジを主催している。今年のイベントはもうすぐ始まるわ。私があなたの立場なら急いでキャンパスに行き参加は申し込むけどね。感染するために、行きますと。あなたは調べてみるよ。勝者にはビッグなご褒美がある。おお、楽しみだね。みんな行っちゃった。さっさっさ、3つ目のタイタンエッセンスを回収しました。次がミラーチャレンジに参加しましょうということなので、一旦戻りますか。だったら戻って、移動中か。戻ってから、もう、今日の放送は、ここまでにしとこうかな。一旦街に戻りましょう。で、それでは皆様、本日のご視聴ありがとうございました。また明日も配信するんでね、また見に来てください。では、お疲れ様です。